1番人気は1番日本の誇り銀シャリボーン、2番人気アメリカ最強馬ハリウッドリミジン、イギリスのジラフも注目されています。全馬ゲートイン、体制完了。スタートしました世界最強決戦。まず飛び出したのは1番人気無敗の三冠馬、1番銀シャリボーイ松岡雅美、続いて3番直線番長黒く突き出たリーゼント、さらにフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン、女性ジョッキー高1点中央 E1、 アメリカからの刺客4番ハリウッドリムジンは2人乗り、2馬身離れて6番サバンナストライプはシマウマ、その後ろ5番バーニングビーフ、これは馬なのか、やや首が長いサラブレッドが7番ジラフ、キリンではない、大きく遅れて最後尾8番ハリボテーレジー、軽いフットワーク。さあ混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーナー、ストップでハリボテばっかりと蓋が開いた、大けやきを抜けて最終コーナーへと突っ込んでいきます。先頭依然銀シャリボーイ日本、内からピンクフェロモンがつけている。さあ最終コーナー先頭1番銀シャリボーイ、そして外から3番直線番長、4番ハリウッドリムジンが上がってきた、内側白毛のピンクフェロモン、続くサバンナストライプの上無愛三根へそ回し体操、追いかけるジラフ。さあ残り400、逃げる銀シャリ、ムチが入る、ムチが入る、食らいつく直線番長、そしてピンクフェロモン、大きく散らかった展開と、これは赤いマントジラフが飛んだ、リムジンが狙われている、飛んだ、シマウマさん逃げて逃げて飛んでった、バーニングビーフが怒っている、お肉が焦げている、さあ銀シャリも射程に入った、シュート、バーニングビーフ逆転、太い走りで大逆転、黒くて硬いバーニングビーフ弁当、誰も食わない、荒れたレースになりました。1着5番バーニングビーフ、2着にまさかのハリボテーレジーが入りました。以上シネマ競馬、次は競馬場で会いましょう。柔らかいお肉を。